女子プロゴルファーの渋野日向子25イコールサントリーが19日メジャーの AIG 全英女子オープン22日開幕イギリスセントアンドルーズオールドコースで練習ラウンドを行った写真渋子スマイル連発にっこりの渋野日向子練習ラウンドでは渋子スマイルを連発状態の良さをうかがわせた 前哨戦となった全週イスプスハンダスコットランドオープンの第1ラウンドで途中棄権。左の股関節から臀部、臀部にかけて痛みが発症したもので、危険を伝えたティーグラウンドでは涙を流す場面もあった。5年前に制した前衛女子オープンの出場を不安視する声も出ていただけに、不安を払拭した形だ。この日はインスタグラムのストーリーズを更新。 米国男子ツアーのプレイオフ第1戦フェデックスセントジュード選手権を制した松山秀樹を祝福した。トロフィーを持った松山の写真とともに、おめでとうございますのコメントとともに泣き顔の絵文字を3つ並べた。松山の快挙も刺激になった様子だった。